晴天白日満地後期オリンピックのチャイニーズ台北選手団は中華民国及びチャイニーズ台北名義のオリンピック選手団。チャイニーズ台北選手団は中華民国政府が1922年国際オリンピック委員会に加盟し中華民国選手団として1932年ロサンゼルスオリンピックに参加したことに始まる。その後、 第二次世界大戦を挟み1948年ロンドンオリンピックまでは中華民国としての参加が続いたが、1949年国境内戦により中華民国政府は台湾に撤退、同年10月大陸に中華人民共和国が建国された。1954年アテネで開催された国際オリンピック委員会の総会で、 中華人民共和国の国内オリンピック委員会が承認され、台湾と大陸2つの中国オリンピック委員会が誕生してから状況は一変した。2つの中国を認めない中華人民共和国のオリンピック委員会は1956年メルボルンオリンピックをボイコットし、1958年には国際オリンピック委員会から脱退するに至った。一方、 中華民国のオリンピック委員会はその名称がたびたび問題視され、1960年ローマオリンピックではポルトガル語で美しい島と呼ばれたことに由来する台湾島の別称フォルモサが使用され IOC コードはリパブリック・オブ・チャイナ・フォルモサから RCF が使われたことから開会式で機種は中華民国の国旗ではなく、 アンダーアップロテストと書かれた幕を持ち講義を行った。1970年にカナダが中華人民共和国との国交を樹立し、1976年モントリオールオリンピックでは中華民国での参加を認めることはできないとされたことから中華民国側はボイコットに至った。百七十九年十月二十五日中華人民共和国のオリンピック委員会が 中国オリンピック委員会として国際オリンピックに復帰し中華人民共和国の国旗である五星公旗と国家義勇軍進公局の使用一方の中華民国のオリンピック委員会は中華オリンピック委員会として残留し中華民国の国旗、晴天白日、三つる地公旗及び国家中華民国国家を使用しないことなどが決議された中華民国側は この決議を不服とし、1980年、レイクプラシットオリンピックをボイコットする事態となったが、1981年に、チャイニーズ台北の名称と、中華台北五輪委員会期を呼び、国旗化の使用を受け入れ、1984年、サラエボオリンピックから、中華台北として、復帰を果たした。オリンピックへの復帰を果たした、チャイニーズ台北であったが、英語の、 チャイニーズ台北の漢字表記、中華台北か中国台北については棚上げされた。中華人民共和国側は一つの中国として中国台北を要求したが、1989年、中国大陸と台湾の合意で中華台北となった。一方、同じ漢字文化圏である日本においては、公式な場面を中心にチャイニーズ台北、中華台北と呼ばれるが、 それ以外の場面ではむね台湾と呼ばれている。中華民国及びチャイニーズ台北選手団が最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは2020年東京オリンピックの12個、また最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技は重量上げの10個である。ただし東京オリンピックでのメダル獲得はまだない。ありがとうございます。